みつともチャンネル、ともいるよ、みつちゃんだよ。みなさん、ともえの顔を見て何か違和感に気づきますか？ニキビができて、こことここにニキビパッチを貼っているの。真っ赤なお花のともえちんは、いつのみっちゃんの笑い。ひどい。というわけで、今日は久しぶりの料理対決です。俺の勝ち、イエーイ。そうやって余裕ぶっこいてろ。今日のテーマはね、今までとちょっと違うよ。これを作りましょうじゃなくて、500円以内の節約料理を作りましょう。なるほど、もう勝ったよ。どうだって主婦だ、なめんな。みーちゃんなんかいつも美味しいお肉とか使ってさ、ずるいんだ。いや、それはともやろ。肉巻きおにぎりにあれ、いくらの肉使ったんだよ。でも卵とかさ、パックで買うよ。そしたら、1個ごとの値段。調味料はまあ、なしとして。ご飯と味噌汁はもう用意しとくから、うん、それに合うおかず。なるほど。今までの料理はね、勝負にこだわりすぎて、いい食材使いすぎて、うん、全然参考にならなかったの。わかる？そういう声が。そう、届いてる。そういう声が、本当に。それじゃあ、おかずに、レッツゴー。やっぱ外に出ると、目立つ。もういいって。しつこい。スーパーに到着しました。はい、今日は時はじゃありません、はい、財布に優しいところです。そう。あらあら、卵卵卵。ただいまボーす。どっちから作る？俺から作るかな。どうぞどうぞ。あらあら、ダンクキングイエーイ。あ、200円だよ、それで。ふざけんな。これは俺のガソリンです。あら、まあ、まずポテトフライを作ります。新じゃがしっかり洗いました。皮付きってことですな。皮付きです。わかるかな。おお。とも細いポテトの方が好きだよ。やかましい。ひどこれはしっかり水気を取ります。なんだかわかりますか？油がペン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 って踊り出すから。そうです。次にアスパラです。ここの皮を剥いていきます。先っぽを使っていきます。根元は？根元は他ので使います。食品ロスもちゃんと考えてるのね。気をつけて、あっちいいよ。あ、気をつけてよ。うわ、大丈夫？怒り狂ってるよ、油が。ちょっとそう。アスパラはもう30秒ぐらいで揚げます。おお、塩かけるの？それは後でのお楽しみです。え、なんじゃ。オニオンソースを作ります。とも昔さ、お弁当作るときみじん切りにすると涙が出てくるじゃん、うん、だから水泳用のゴーグルつけてた。兄ちゃんはすごいからその分5点減点だ。ハンデだよ。ハンデだよ、ハンデ。お前に5点加点してあげる。いいよ、フェアな勝負だよ。いいよ、自分から言ったんや。軽く油を、砂糖大さじ1、醤油大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ2、酢大さじ1、にんにく、酸っぱかったのもう大さじ1杯加えます。10分ぐらい中火で炒めました。じゃあもう1個作ります。トマトとアスパラと卵。何品作るの？まあ、2品ぐらい。500円だよ、大丈夫？さっきはまたアスパラ。なるほど。砂糖少々、塩ちょこっと、少しお水を混ぜます。一回あげます。アスパラ、トマト、ソーミシャンタンをこれぐらい、卵も戻します。では豚肉を下処理します。胡椒、塩、お
焼きながらこっちで目玉焼きを作ります。ここで目玉焼き作ったら四角い目玉焼きになるよ。大丈夫、ちっこいか。さっきのだ。ちゃんとバーナーのガス代も入れたんでしょうね。完成です。それとご飯と味噌汁は俺が作りました。これは加点されるところです。違う、いただきます。うわ、うまっ。ソーミシャンタンの力です。想像してた3倍うまかった。ご飯にも合うよこれは。あ、やっぱ日本人はね、米と味噌汁。そうですね、ポテト、まあ普通やろ。これは2つ食べ方があります。普通に食べる、この半熟卵にディップする。なるほど、はい、普通。うわ、うまっ。うまっ。このレモンがいいね。はい、ディップ。これはやばい。まあまあよ。ちょっと焼きすぎたかな。そう？これはね、95点です。ありがとうございます。これはうまい。これは90点です。みっちゃんは合計185点です。イエーイ。185以上取らんといけんのか。トモポッキング。良い子のみんなはご飯を作る前は手を洗いましょう。あら、そして愛する旦那さんで拭きます。トモエチンは今回4種類のおかずを作ります。すげえ。みっちゃんとかいう人は2種類でした。まず一品目を作っていきます。はい、こちら豚のミンチです。イエーイ。おー、卵1個ポーン。なんだその愛の手、いらんねんけど。えのき半分使います。で、あとで別の料理で4分の1使うから取っておく。イエーイ。おー、4分の1のやつも細かく切って別で避けておきますよ。はい、続いてお豆腐半分使います。これ68円で安くね。安い。バーン。塩をちょっとだけ、胡椒もちょっとだけ混ぜます。殺人未遂。大白ごま油。イエイ。すげえ。で、ここで成形するんです。これ。なるほど。蓋をします。で、焼いてる間にもう一品、このえのき4分の1に片栗粉を大さじ1加えます。で、混ぜ混ぜする。ん？どうしたの？ひっくり返して。いやだ。なんで？もう狙い？いやだ。しょうがねえ。うわー、割れた。いや、割れてない。で、これを油の上にあえてちょっと揚げ焼き的な、はい、ほいほいほい。トモエレベルになってくるとお皿に入れるのもめんどくさいんで、フライパンのまま食べます。なるほど。ポン酢、おーい、おい。でだよ、で、味付けが重要。おお、愛しのバターちゃん。入れすぎじゃね。イエーイ。醤油、ご利益ありそう。あら、続いて鶏もも肉を作っていきます。見て、4割引きだった。すげえ。塩とかつけずに皮から焼きます。焼いてる間に卵焼きを作ります。すげえ。塩、砂糖、おいしくなーれ、おいしくなーれ。これで100点じゃなかったらもう T を失格だよ。分かった、じゃあ100点です。食べてからよ。あ、ほらほらほら、もういい感じ。醤油、みりん、酒、で、蜂蜜、タレがとろっとするまで焼きます。すげえ、うまい。そうやろ、上手。ほら見ろ。で、キョックリリー。ほら見て、このボリューム感。みっちゃんのより全部でかい。そうね、いただきます。
美味しい。ほら見ろ。というかヘルシーよ。これ食べて。えのきバター醤油。バター醤油が好きな人にはいいかもしれないけど、俺はあんまり好きじゃない。友達好きかもね。友達絶対好き。美味しいけどちょっと酢を入れた方がいいかもね。これは普通の他の方がいい。このもちもち感。うわやっぱ。うめえ。うめえ。もちもちや。うん、まっ。バターもちって感じ。すごい。やばいものを発明してしまった。バターが好きな方は絶対食べてください。え、おいしいや。これは味の好みなんかな。185点、お前が178点、みっちゃんの勝ちって。イエーイ、まあそうそうだよ。何もう二度と作ってあげないよ。だからなんで分かっちゃうんだよ。そうだ、勝ったからなんか言うこと聞かせられるよ。マジで？じゃあ片付けして全部。トモちゃんとしたよ自分の。いやこれこれこれ。これもするよそれ。それじゃあバイバイ。はいどうぞ。ありがとう。いっぱいあるよ。